者もちょっとね、そろそろ攻略していかんと、うん、まあ、これ数的にも性能力的にもこっちの方が上だろうけどな、これ完全に。これだけは言っておく。絶対に死ぬな。俺も戦死させることのないよう一層努力する。よく言うよ。まあ、とりあえず腕前を見せてもらおうか。戦車だな。昔ってもいいけど、インジンするだけだからな。ちょっと痛すぎる。よく言えばね、水陸両用モビ潜水艦、水陸両用モビスーツ戦艦積んでね、ここに侵入させたいかったな。あ、でもこれ侵入しようがないか。あ、侵入できないな。ちょっと限界が来てるな。本当か。いや、まだいけるか。まだいけるね。白ダメージ受けてるから、そこが気になるな、ちょっと。まだエネルギー的には使えるから。ちょっとガンダム突っ込ますか。俺は死神なんです。俺のせいで、みんな死んでしまうんです。くだらん抽象なんて気にするな。俺は死なない。そして誰も戦死なんてさせない。なんかサンダースね、ガンダムの下を白よりもガンダム使いこなしてるんだよな。うん、白はなんかこっちの方が初日戦の方が似合ってる。合ってる感じだな。ちょっともったいないね、これ。 C あれか。
れさせろ。補給考えたらこういうことで見るからね。絶対地上だと輸送艦か戦艦はいるわ。あれそうするとモビスーツが燃料切れになってしまう。めんどくさいのが陸戦型ジムか。こっちの方はね、戦艦でないと武装変えれないんだよね。戦艦だと陸戦型ガンダムの方がね、あれ戦艦の外出てもね武装変えれるんだけどね。細かい設定だよなこれってね。すごくでも実際そうだったのかもしれんけど、落とせばもうあとガウだけか。ここはとりあえず負けるか、負けるもんか。俺は負けんぞ。シロよりもテリーの方が使えてる。そっちに行くか。しかもなぜかガウにマッシュが乗ってる。くそやってくれたな。もうミディアって弱いからな、ターゲットになりやすいんだよね。
ターつけてしまうかな。諦めた方がいいんじゃないですか。よっしゃ、ガーム死んだ。敗北という事実を認識してください。敵部隊の殲滅に成功しました。我が軍の勝利です。